半島横断線とメイソン・ディクソン線の一部となる、接線デルマーバ半島横断線とは、米国東部、デルマーバ半島を横断するおおむね北緯38度27分以線に、沿って測量された線で、その東側半分が、デラウェア州とメリーランド州の境界となっている。単に半島横断線とも呼ばれる。この線の中点から北に向かい12マイル円に達する、線も、 デラウェアとメリーランドの境界となっている。1751年、デルマーバ半島大西洋岸地方に植民したスウェーデン人らのうち少なくとも一部が、ケープヒンドピンと呼んだ地点を起点とし、デルマーバ半島を東西に横切る直線についての測量が行われ、これがデラウェア州のメリーランド州に対する南側の境界線となった。 ペンウィック島の24マイル北のルイスの町の近くにもう一つのケープヘンロピンがある。ヘンロピンには様々な表記変化があり、ある専門家は逃亡岬を意味すると主張しているが、むね中に入るとか接近するといった意味を持つ。二つあるケープヘンロピンの位置に関する混乱は、ペンケとカルバート家境界線論争が長期化した最大の理由となった。 カルバート家はルイスにある岬が境界線のスタート点であるべきだと主張した。皮肉にも問題解決のために示されたこの地図は1732年にチャールズ・カルバートがこのために作成したがこの地図にはケープ・ヘンロピンがフェンウィック島に存在するように書かれていた。だがこのカルバートの地図はもともと1651年にウィリアム・ペンが ニコラス・ビス・ヒャーを雇って作成させた地図を元にしていた。カルバートは最終的にはペンの地図を受け入れたが、この地図のケープヘンロピンは北緯38度27分の位置に示されていた。カルバートは英国の裁判所にこの地図を提出した後に間違いに気づき、普段の地図を改めて作成し直し、これと規定室分を差し替えようと工作したが、受け入れられなかった。 もし実際のルイス近くの方のケープヘンロピンが横断線の出発点に採用されたならデラウェアは現在のその総面積の3分の1以上に相当するおよそ1000平方マイルほど小さいものとなっていた1751年に裁判所が指定したチェサピーク湾のポイントから測量が行われた続いて百六十三年にはチャールズ・メイソンとジェレマイア・ディクソンによる半島を 南北に縦断する境界線の測量が行われた。半島横断線はデルマーバ半島にあったいくつかの町や集落を二つの州に分断してしまった。最も有名な事例はデルマーの町であり、現在でもデラウェア、メリーランドの両州に同盟の地名が残っている。半島横断線の設置標識はメリーランド州オーシャンシティ146ストリートの北側境界に あるフェンウィック島灯台近くに見ることができる。半島横断線の中点マーカーは、デルマーとマーデラスプリングスの間の修道54号線北側の道路脇にある。これは、メイソン・ディクソン線の終端も兼ねている。ありがとうございます。